ライジングダッシュデッキ開封していきたいと思います。無限アタック、無限鉄拳鬼殴りっていうね、デッキ紹介した後またデッキ紹介っていう、いやとうとうここまで来てしまった倉田夏。はい、まあカードは収録こんな感じで、あお、今の説明書よりもだいぶ大きいですね。今のこれのこんぐらい、3分の1ぐらい省略されてますから、それを考えるとでかいね。レオガーというキラリレオ編のね、はい、これで、あ、これです、はい、これ使えるかな、結構古いから。はい、コンパクト。はい、鬼殴り、まあいいや、どうせプレイ用だから壊れちゃった。はい、鬼殴りが2枚。おお、いいね。これ 100% でも手に入りますが嬉しいですね。ジェノサイドカイザーが3枚、鬼人形防具スレイヤー持ちで結構優秀じゃん、4枚。スーパーゴーオンピッピが3枚。煉獄のゲットが、多色ですね、3枚。いいね。火と闇のマナ持ち、喧嘩防具が4枚、スーパー煉獄スマッシュが3枚、スーパークズトレインが1枚。おお、すごい。芋虫ライダーヒーハー、ヒーハー、デスゲート来た。これデーモンハンドが3枚、デッドリーラブが2枚。はい、自分のクリーチャー1体破壊して、相手のクリーチャー1体破壊するシールドトリガーで持ちで、2で使える魔法。はい、ゲンジボーイが2枚。おお、いいじゃん。ワルボーグナウが3枚。はい、来た。これ強いっすよ。これ、ゴーマッハスワン、はい、が4枚。ワルボーグナウってさ、今進化のやつやってるんで、じゃああれやれば、あれとコンボ組めばこれ1で出せるってことか。1で進化すると、ドギラゴンのね、あいつで組み合わせれば超強いじゃん。はい、鬼殴りの効果も結構強いです。はい、こいつはね、光のクリーチャーとバトル時、このクリーチャーのパワー2000される、プラス2000の、このクリーチャーバトルに勝った時このクリーチャーをアンタップする。はい、カストアンタップできて7000、ダブルブレイカー、いや、いいじゃん。はい、そしてこいつ優秀です。スレイヤーで2で1000、はい、あれと一緒ですね。メルニア的な、メルニアかなんかよくわからんけど、つうことで、まあまた、まあ今回でこういうデッキ系は終わりにすると思うけど、またデッキ来月ぐらいには開封する可能性があるので、まあ今度こういうデッキ開封してくださいとか、あんまり破格の値段じゃないので言ってください。はい、じゃあ、まあこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。